はいどうも、15秒の奇跡です。マーダード、今回ね、先ほど、悪い悪魔にねやられてしまったんですけれども、リベンジでもう一回3階から進めまして、実はですね、先ほど悪魔たちをあらかじめ倒した状態からの、散策に入っていきたいなと思います。ですので、敵に邪魔されることがないのでね、スムースに、この状況をね、回していけるんじゃなかろうかという感じでやらせていただきます。はい、では早速このイルミネーな、何なんだろうね、この回ではどんなことが、どんな事件を解決していけばいいのか、誰かいますね。 Hey boy、え？遠慮すんのかよ、ロナン。どれ？あ、もう早速事件になってんだね、ロナンが殺害された事件が。お、いいのかな、こんなことして。あ、ここに繋がってたわけか。ここがトイレ？お、誰かいますね。Hey boy。 おや。まあ当然車出すのはね、誕生日祝う側だよね。寂しいこと言うよな。まあそうだよな。わざわざ計画してまでやってもらえる、あ、嬉しさってのもあるけど、でも案外そういう感じだよ、淡白なもんなんだよな、祝われる側ってのは。もう好きなように過ごさせてくれよってね、なっちゃうもんですよ、そりゃ。気持ちもわかりますけども。ここの人たちとは会話できないんだな。トイレ。おい。感電死か、手首を切ったのか。なるほど、死にきれなかったわけか。え？あー、そっか、事故死か。そっか。で、またちょっと病んでたんだな、この人が。かわいそうに。同情だけしてやろう。怖いこと言うな、怖いことを。事故死ですって、お二人。まあいいか、気にしてないみたいな。ここはどこだ？暗っ。こっちは？上に上がる感じかな？ちょっと待って。まだ上に行くには早いかな。
まずはこの回を重点的に見て回ろう。ノース、ここは北側か。ここはもう入ったのか。これはさっきのパーティーを祝われたくない人たちの会話だよな。こっちから来て、ここがパーティーの部屋か。ここは何の部屋なんだ？はーい。これ自殺者の部屋か。ここはもうないかな、特に。特になさそうですな。ああ。よし。次に進もう。リリアンとリリアン？あ、そうやって見ないと探せないものもあるわけか。なるほどね。3D のめんどくさいとこだな、これ。なんかある。走るとかってあるんだっけ、このゲームって。こっちに抜けて、じゃあ北に行きますか。じゃあ、先進みますか。じゃあ行きまーす。上に上がると進むんだよね。なんか進むっぽい雰囲気が。怖いもんね。間違いない。あ、これあれか。記者かなんかか。記者かなんかですね。確かに。教えてやってもいいんじゃないの？じゃあ一回出て、これなんだろうね。そうだそうだ。だよね。なんかあるな。なんだあれ。とりあえずあれを調べて。こっちの壁は全部行き止まりか。じゃあこっちの刑事さんに入ってみます。あ、なんか情報は得てんだな、警察も。失礼しました。隠しても無駄だろうにっつって言ってますね。女の子。
この拳銃はロナンの？おっと。なるほど。なんか見落としたはずだね。じゃあ一回調査を開始してみようか。ロナンのメインの銃。え？何これ、犯人じゃない？なんだろう、無作為。何かを探してるんじゃない？材料は少ないよな、まだ。ちょっとやめとくか。こっちに部屋があるね。お、なんかある。両親への挨拶。まずは証拠を集めていこうか。なんかある。子供の落書き？何が書いてあるんだろうね。荷造り。出かけようとしていたのか、ここの住人は。住人が狙われてたのかすらもわかんないけどな。こっちにもなんか部屋があるな。お、なんかある。イエーイ。他には？あれ？あ、これさっきの部屋か。憑依してみよう。住人が二人いたのか。何？それ調べられないの？この辺調べたらなんかありそうなんだけどな。ん？行方不明者の情報を求む。セーラム死刑に協力していた霊能者、カサンドラ・フォスターと同一人物。ほう！それ何？そこから何がわかんの？カサンドラ・フォスター。お、この下に突き落とされたわけだ。どうなってしまうのかしら。警察は犯人の目星すらつかず、私の身にも危険が迫っている。ジョイだけは守らないと。ジョイ多少強引に遠ざけることも厭わない。それであの子が守られるなら。ジョイってのはなんだ？誰だ？息子？娘？この写真とか見たいんだけどな。見れないのかな？犯人はなぜここにいた？どんな目的があったのか？
損傷した壁、壁を叩き割った道具とかは調べなくていいのか。これは争いの痕跡。これで多分壁をかち割ったんだろうね。割られた窓ガラス。こっからロナンが突き落とされたんだよな、きっと。お、向こうの部屋にも行けるわけか。とりあえず証拠 Q は調べられない。お、なんかある。例に関する本。ここはやっぱりなんだっけ、カサンドラ・フォスターとかいう人の部屋なのかな。なんか霊的なキャンドルっぽいよね。出るって何？出るって何？出ちゃダメだよ。こういう壁の張り紙とかは調べらんないのかな。調べられないっぽいな。わあ、なんか悪魔的な、悪魔的な部屋だな、ここ。ここは特に何にもないのか。おおよそ調べた気がしないでもないけど、とりあえず犯人はなぜここにいたについて推理するか。まとめられた荷物。まとめられた荷物と、そう？結構重要な証拠な気がするんだけど、あ、なんかある。え？見ている。見ているよね。え？見ているだよ。俺が選んだのは見ているだよ。え？ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと俺が選んだやつと違うものが選ばれちゃうんだけど。見ている。見ている、隠れている、あとは怖がってるっぽい。あの犯人、あ、誰か後ろから来てない？隠れていた目撃者。ほーん。どうなんだろうね。情報はあらかた得られたんだろうか。
あらかた調べたつもりなんだが、調べ足りないのか。どこだここは。ああ、悪魔の部屋か。ここに隠れていた。犯人はなぜここにいた？まだ情報が足りないのか。あと4つも証拠が足りないのか。これでもう推理できないのかな。あと女の子で。これでダメなの？争いの痕跡。犯人は何をしていたのか。なぜここにいたでしょう？え、これでいいんじゃないの？そう、当たりだ。新たな情報が。で、背後から入ってきてたのがロナンか。逮捕する。おっと、すげえパワーが団地だな。お、いや、ロナンも結構百戦錬磨な喧嘩師なんじゃないの。うわ、すごっ。
わ、何枚も上手だ。うわー、圧倒的じゃねえか。相当強いぞあの人。そうか、で女の子はこっから逃げたのか。なるほど。よし、じゃあ少女が去っていったドアを調べようか。見えない。見えないじゃないんだよ。ちょっと待って、動かそうか。じゃあよし、動かして、この女の子は一体誰なんだ。霊的フラッシュバックを受けます。一人の写真、自ら撮った写真だ。ちょっと待って、母親との写真、牧師との写真って、これ関係ない人だよね。なんか重要っぽい。元気かい？しばらく教会に泊めてもらってもいいですか？教会の扉はいつでも開かれているよ。教会にいる可能性があるな。なるほど。確かに。うん。よし、見つけ出そう。ん？ここじゃないのか？ん？ここだよな。出よう。幽霊になっても高いところは苦手だ。イエーイ、ひとまず目標クリアしましたね。やったぜ。目撃者を探す、捜査を開始する。全てが終わった日だ。あ、記憶が、記憶がいろいろと。え？何？どういうこと？味方に殺されたかもしれないみたいな、そういう話？とりあえず教会に行きたいんだけど、どうやって行くのかな？隠教会。とりあえず教会の方に向かおう。え？怖っ。
境界はこっち？こっちか。あれ？なんだ、急に進めなくなったぞ。ああ、こっちか。あ、なんかある。あ、逃げるやつか。ってことは、この辺にも幽霊の、なんか、やべえやつがいるってこと？お？特にいなさそうだね。あ？なんかあるぞ。へへー、怖えよー。なんかいろんなとこにいろんなもんが落ちてんな。ん？なるほど。普通には進めない場所もあるってことか。はい。お？怨念で？怨念ではいいんだけど、なんだろう、なんかいろんなものがあるけど。あ？おお、泣いてはる。ほう。え？確かに。ほー、ゼロから調査するって。あ、そうだね。そうだそうだ。名探偵ロナンだからね、なんといってもね。うん。それだけで。これだけの情報でどうにかなるかね。あ、なるほど。死んだっていう証拠は出たね。あ、これ道ができたってだけか。ん？額に入った写真。え？このお墓は？お墓あったかも、なんか意味ありげにあるけど。これは？ろうそく。追悼の念があるわけか。ほう。で、このお墓が、誰の恩人なんだろうね。他に、このボート、なんかないか。関係ないか。なんだろうね。先住民。としてなんか海を渡ってきて、推理するにはまだ情報が足りない。お嬢さん、
お嬢さんとは会話できない。これなんか埋まってんじゃないの？お花がある、たくさんのお墓があると。これか？沈没船。これは関係ないのか。この座礁してる船は関係ない。あんまりこっちの方は関係ないのかな。手近なところで謎は全部解消できるのかな。ここは関係ない。こう微妙な角度で調べられるものがこう調べられなかったりするっていうのがちょっと大変だけど、これでもう推理できないのかね。ダメ？推理しちゃ。浜辺でなぜし、あー、あったあった。あ、関係なかった。これ新聞記事だよな。で、額に入った絵。一回推理してみようぜ。なぜ死んだのか。なぜ死んだかはこれで十分だよな。これでいかがっすか。ってことだよね。一個証拠を調べ損ねてるけど、いいのかな。そうだね。参ったな。なるほどね。ヒーローコンプレックスってやつだ。英雄が、なるほど、死の理由が分かるとロナンもこうやって成仏できるわけだ。じゃあとりあえず今日はあれだね、教会まで無事にたどり着いたら終了みたいな流れにしちゃおうかな。よし、まずは教会を目指します。あれ、教会の矢印の方向に行ってんだけど、たどり着けねえんだけど。あっちか。今日は教会まで行って終了という形にねしていきたいなと思います。こっちか。教会ここやな。 OKじゃあこれでね、一応セーブされるはずなので。何かから逃げている人間は神聖な場所を求める。悪いものが寄りつけない場所へと向かう。それでも
不安はどこまでも追ってくる。逃げ隠れはできない。おほほほほほ、荘厳な雰囲気ですな。はーい、教会までたどり着きました。というところでですね、一回ここで終了したいなと思います。それでは、次の調査でまたお会いしましょう。バイバイ。